はい、あ、アラスカさん、はい、おはようございます。おはようございます。ということでですね、本日、コラボ動画ということで、先日ですね、こちらの怪物さん、チャンネル名でいうと怪物くんというチャンネルの方でですね、コラボ動画を撮らさせていただきまして、その時あのハンバーガーを2万円ぐらいご馳走だったんですよね。そうですね、結構2万円かかっちゃってはい、だいぶね、あのご馳走してもらったので、今日は僕あの動画内でも、はい、ドンキホーテの、あ、ドンキのね、時に、はいはいはい、僕韓国料理好きでいろいろ食べたいみたいな話をしてたので、はい、まあ、今日はですね、あの新大久保の方に来まして、ちょっと食べ歩き企画ということで。ああ、食べ歩けるんですか。はい、ちょっといろいろとテイクアウトできるようなね、お店寄って、はい、まあ、好きなものを今日食べてもらおうかなという。ああ、じゃあちょっと2万円以上ちょっと食べたいですね。2万円以上ですねまあもう本当に今日ゆるい企画なんで、はい、あの好きなもの食べたいものあれば言ってもらって、はい、買っていきましょう。じゃあとりあえず行きましょう。あ、行きますか。クリックしましょうか。行きましょう。行きましょう。はい、楽しみ。ちなみに今日、はい、あのなんか食べたいものとかってあります？食べたいものはでもなんかチーズのなんかホットフってやつ。あ、ホットク。ホットクみたい な、はい、なんかホットクとかハットクとか。そうそう、なんかそのあたり。そしたらもうすぐそこにね、有名なとこありますから、ちょっと行ってみます。あ、行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、やばい、あ、なんか恥ずかしいですね。なんかこんな風にやるんだ。結構恥ずいですよね、これ。いや、僕もあの慣れてなかったんで、いや、めちゃくちゃ恥ずかしい。でもなんか見られるのは気分がいいですね。見られるのは気分がいい、はい、ちょっとあの多分視聴者さんとかも気になってると思うんですけど、はい、今もまだあの夜勤、あ、はい、派遣は出てるんですか。派遣はもうやってないんですよね。あ、今やってないんですね、はい、もうなんかある程度あの潤ってきたんで、あとでもまあ週一で福祉の夜勤だけやってる。あ、前もね、あの好きだからやってるみたいな話されてましたもんね。あ、そうなんですよ。いや、ジョンのは無理だな、混みすぎだな今日。ちょっとね、ここがあのさっき言ってた、はいはい、有名なところなんですけど、あまりにも混みすぎてて、平日のまだ午前中なのに、ちょっとさすがにここ回しながら無理だな、はい、がっつりね昼時なんで、ちょっと時間外してから来ましょう。ちなみに今日なんか食ってきました。今日はね、あの何も食ってないですよ。まだ食ってない。朝からちょっと今日は食いたいなっていう。まあ確かにおごり企画なんでね。そうですね、ラスカーさんのお金なんでちょっと行こうかな。ラスカーさんのお金。あ、ちょっと空いてるホットク屋さんがあるの。チーズホットクと、あ、レインボーあるじゃないですか。これ食べられます？ちょっと食べてみたいですね。食べます。いいですね。チーズが七色みたいで、すごい。あ、ホットグ？ホットグ。ちょっと自分の好きな感じでこのマスタードとケチャップつけていただいて、これ伸びるかどうかポイントですからね。あ、すごい。いいですね。あの一番こう、この映えポイントのこの伸びることとか全然気にしないですね。ちょっとどこも行っちゃいますねこれ。いただきます。うん、あ、うまいわ。うまいっすね。めっちゃうまそうに食いますね。俺も負けたくない。いいっすよ、いいんじゃない。かわいい。でもやっぱこの甘じょっぱい感じが美味しいですよね。うん、お砂糖がめっちゃ、うん、でもこんなうまいとペロッといっちゃいますね。はい。うん。うん。うまっ。うまっ。ごちそうさまでした。はい、めっちゃうまかった。いや、めちゃくちゃうまいっすね、やっぱ。はい、あ、ここのボールカットってなんだ。いきます？うん。もうちょっと早速ですけど、はい、ちょっとじゃあ2軒目のこのボールカツ、はい、行ってみましょうか。あ、行きましょうか。行きましょう、行きましょう。ちなみに、お酒は大丈夫ですか？あ、いいんですか？もちろん。ありがとうございます。チーズボールカツも2つと、ビール1つをいただいていいですか？でも、最近怪物さん、ダイエット期間だから揚げ物食ってないんじゃないですか？いや、揚げ物食ってないですね。全然。全然、だから今日ラッキーだな。ラッキーチートデーというか。チートデー。いや、めっちゃ嬉しいですね。でも、ついこの間、北海道また実家帰られて。あ、実家帰りましたね。あっちでずっとチートデーしてたんじゃないですか？そうですね。いや、まあ実は。だって、戻ってきたら6キロぐらい取ってましたよね。そうですね、ちょっと。マジでそう、めっちゃ食っちゃってこれが普通のカツ。はい、ありがとうございます。あとぜひビールも。すいません、なんかこんないただいて。いいこれ、はい、ソースかけます。とんかつとマスタードのミックスがおすすめと、はい、じゃあマスタードとトンカツソースとこれ混ぜる。了解です、ありがとう。あ、これで。うわ、うまそう。美味しそうじゃいいんだこれ食べて。はい、おっ、うん、で、夏っすよ。デリシャス。これソースと、うわ
これめちゃくちゃうまそうですね。うまそう、メンチカツの進化バージョンみたいな。うまっ、うん、これ肉汁もすごいし、またあの衣が強いですね、ザクザクで。そう、飲んでください、飲んでも、あ、飲んでください、飲んでください、ビール。ちょっと僕運転なんで飲めないですけど、一緒に。あ、そうですか、飲みですか。一番うまいと思うんで、それが。ごめんね、なんか、ありがとうございます。これだよ、うまい、これ、俺、これで来ててよかったよ。うまいわ。ほんとうまそうに酒飲めますね。もう最高。最高。うん、切るから。もうこんな。めちゃくちゃうまいわ、俺。じゃあせっかくなんで、このチーズの方もいっちゃってくださいよ。飲みきちゃう。早っ。早っ。うまかった。じゃあちょっとせっかくなんで、あのチーズの方もいっちゃってください。ごめんなさい、ちょっと先チーズいきました、俺。あ、先にチーズいったの。そう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 。じゃあ普通の方も。あ、うまい。メンチカツ、うん、メンチカツ、うん、ちょっと僕のはこれチーズですね。うまい、うん、うまい、うまっ。ちょっと中これチーズしっかり入っててめちゃくちゃうまいっすね。でもどっちも捨てがたいっすね。そうそう、もうまさよく汗だくっすね、はい、うまっ。結構腹持ちいいな、うん、腹溜まってきました、溜まってきましたね、早いね。いやいや、まだまだまだ、はい、あ、でもあれか、でもテイクアウトだから。いちご飴とかどうですこれ、うん、ちょっとデザート行ってみましょうか。行きましょうか、はい、いちご飴2本もらっていいですか。いちご飴俺初めて聞きましたね。あ、本当ですか。リンゴ飴とかのは聞いたことある。あ、なんかそんな感じです。あ、早い、早いな。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあとりあえずせっかくなんで、あの、あ、食べましょうか。買ったいちご飴食べてみてください。あ、ほほ、何これ、うん、昔思い出すわ。昔、うん、うまい、うまい。僕も食べちゃおうかな。なんかとにかくうまいな。うんうん、いちごがみずみずしいですね、うん、そうですね。大丈夫ですか、お腹いっぱいになってますよ。あ、全然全然全然。うまいな。うんうん、おいしかった。なんかすっきりしましたね。揚げ物ばっかりやったからね、はい、こういうフルーツ入るとさっぱりするというか、食欲がまた駆り立てられるというか、うん、なんかまだ食えそうですか、そしたら。あ、全然食えますね、今ので食えるようになりました。復活しました、はい、もしあれだったら、せっかくなら今ね、スイーツでお腹空いたってことなんで、向こうのちょうどジョンのホットグはまたホットグ、あ、行きますか、あるんで、はい、ハットグとホットグ違くて、さっきハットグっていう、さっきがハットグっていうの。あ、そうです、アメリカンドッグみたいな、うん、ホットグっていう、こう、はい、潰して焼いたようなやつがあるんですけど、平たいような、はい、それも売ってるっぽいんで、そういうの食べてみます。そうですね、せっかくならね、せっかくならトグを制覇したいなと思って、ね、はい、なんとかトグを全部、そうそうそう。で、ちょっとそこでまたもう一つ買ってみますか。そうですね、はい、じゃこれハチミツチーズかね。あ、じゃあチーズ、ハチミツチーズ、はい、あ、ここね。あ、じゃあちょっとこれで、あ、ありがとうございます。これ何、トッポギ大ですね、はい、じゃあちょっとぜひぜひトッポギを。うわ、辛そう、いただきます。うん、もっち、うまい。辛いですか。辛いですね。でも怪物さんでもいける辛さ。全然いけますね、全然いける、うん、あ、こういうのはあるんだ、これもあるんだ、こういうなんか肉みたいな。あ、そう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 、肉、これ肉じゃなくて、向こうの厚揚げみたいな、おでんとかにも入ってるんですけど、韓国おでんに。うわ、うん、うまいですよ。うまい、うん、食べます兄さん。あ、いいですか、ラスカさん食べます、お兄さんって。一度いただきます。2個いっちゃいますか。辛っ、後から来るからさ、来る。うん、なんだこれ。うん、あ、もちもちしててうまいっすね。そう、やっぱね、韓国だから甘辛くて、うん、後を引くというか、なんかね、癖になるですよね。もうぜひ食べてください。いいですか、そんなに。もう今日は僕の大食い企画よりもごちそう企画なんで。うまっ、うまっ、うまいけど、あ、辛っ。これ結構もち、いや、本当に腹持ちいいわ、これ。これ一日これでもいいぐらい。じゃあもうお腹いっぱいってことじゃないですか。全然大丈夫ですよ、こっから。全然大丈夫。目だいぶ血走ってきましたね。
そうですか。うん、いやでもこれからなんで、ちょっとあのスイーツ食いたい。スイーツ食いたい。じゃあ最後、じゃあスイーツ食べて、それで締めましょうか。もう締めちゃうんですか。まだ一緒にいたいんだけど。まあでも、さら行きますよ。食べましょう。あの、大丈夫です。ごちそうさまです。ああ、食べきりましたね。はい、欲しかった。無事。こんな感じで、かわいいのは。あ、なんかでも、ちょっと買ってみますこれ。はい。どれがいいですか。あ、これだとオリジナルいちごブルーベリー抹茶オレオありますけど。おお、抹茶うまそうですね。抹茶食います。抹茶いますか。抹茶いきましょうか、はい、オリジナルと抹茶を一個ずつで、うん、じゃあちょっとこれ。あ、ありがとうございます。抹茶ですね。待ってましたよ。はい、はい、ちょっとすみません。うまそう。いやこれすごいね。僕抹茶なんで知ってます。お、まろやかだね。おいしい。おいしい。あ、うまいよこれ。チーズが入ってるわ。これうまっ。うまっ。うまうま。ティラミスってそうやって食うんでしたっけ。めっちゃうまいですね。もっと買ってきましょうか。もう何個食べます。食べたい食べたい。うまっ。もうなくなった。ちょっと一回、僕も普通の食べていいですか。まあ普通の、今回僕はオリジナルですね。これ美味しい。ちょっとうまそう。美味しい。うん、そう、確かに。でもとろけるんで、そうなん、やっぱ食べやすいですね、はい、あ、でも思いのほか甘すぎない。なんか最近こう SNS とかでこれ流行ってるよね、カップのティラミス。へえー、うん、うまいですね。ちょっとお腹空いてきたな。本当に、うん、いちご食べたい。あー、ティラミスいちご。いいですか。これはやばい、うまい。ちょっと買ってきますわ。いやいや、いいですよ、そんな。行かせてくるんで。いや、いいですか。いや、ちょっとこれイチゴ今買ってきました。いいですか、すみません、ありがとうございます。ぜひぜひ。ありがとうございます。ちょっと食べちゃってください。あ、一緒に食べます。あ、僕は大丈夫です。なんかスプーンいっぱいもらっただけなんで。いや、そのカメラ追いつく速度で食べてもらえますかね。本当に美味しい。美味しい。うん、はい、うん、うまい。美味しい、うん、でももう尺が無理だな、2時間超えてるから。あ、もうそんな超えてるんですか。超えてる、超えてる。嘘だ。ほんとほんと、そんな言ってます。やってました。なんか時間の感覚忘れるぐらい楽しかった。あ、そんな言ってます。ちょっとそろそろ。そうですね、まあ、尺の関係上あれなんで、はい、もうそんなになるんですか。もうね、カメラ2時間以上回してます。あ、そんなに回してるんですか、はい、なんでまあそろそろちょっとエンディングに向かおうかなってところなんですけど、はい、ちょろっと聞きたかったことがあって。何ですか。はい、まあ、だいぶもう YouTube で潤ってるって言ってたじゃないですか。だから、まあ、はい、派遣はしてないって話しましたけど、はい、でも週1でやっぱ福祉はしてるんですもんね、まだ。あ、週1でね、福祉はしてるんですよ。なんかその人のためになる仕事をしたいなと思ってまして、もともとお笑いもやってたのは、はい、人をこう笑わせるっていう、はい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 、人を笑顔にさせるみたいな、うん、人のために何かやれる仕事がいいなって思ってたんで。ごめんなさい、なんかちょっとだから福祉の仕事本当に8年ぐらい続けてて。もう8年もしてるんですか。8年もやってます。なんか、いや、まあ、今日は優しい気持ちで動画見てください。優しい気持ちで動画見てもらって、優しい気持ちでコメントしてください。はい、はい、じゃあということで本日は怪物さんに、はい、いやちょっとね、はい、一緒に巡ってもらって、はい、いやちょっと楽しかったですね。めっちゃちゃんと満腹になりました、あんだけ食べて。そうですね、結構満腹でしたね。結構満腹、よかった。 あんな感じじゃないですけどね。もっと食えたはずなんですけどね。そう、動画ではね、もっとこうご飯食べたりとかしますけど、時間かけて食べると満腹になるというか。そうですね、それはあるかもしれないですね。発足がちょっと結構腹持ちが良くて。でも本当になんかこう流行りのものとか、はい、インスタ映えみたいなもの食べましたけど、やっぱちゃんと味がまず美味しいですね。大満足でしたね。そんな感じでですね、はい、今回コラボしていただいた怪物さんのチャンネルはですね、うちのこの概要欄の方に記載しておきますので、気になった方はね、今日見てもらったものよりもすごいものがたくさんございますので、ぜひね見に行ってみてください。ちょっとまたぜひお願いします。いや、またというかもう今後ともぜひぜひもやってください。本当に、わかりました。じゃあそんな感じで、はい、また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと待って、ごめんね、これやばいっすもん、これ。
ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回の動画でですねコラボをさせていただきました怪物さん、僕自身がめちゃくちゃ大好きすぎて、まあ、正直ね、うちのチャンネルのその流れみたいなのとちょっと違うんですけれども、もう単純に僕がねあの大好きな人があの好きなシーンをやってるみたいな感じでガガッと食べて欲しかったのでこんな感じになってしまいました。ちょっとですねまだ見慣れない方はいろいろと違和感があると思うんですけれども、まあ、優しい気持ちでね、まあ、1回2回3回と、何度もね見ていただければいいなと思います。でまたねちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、コラボ先の怪物さんのチャンネルにつきましては概要欄に記載がございますので、ぜひそちらを確認していただければと思います。そしたら本日の米編コーナーこの辺りで始めたいと思います。まずは1つ目、前回の AQ 庵さんのこの朝食シリーズの動画の方から引用させていただきまして、僕自身もですね最近ちょっとこうなんかいろいろシリーズをしたいなと、わかりやすくですね、こう自分も楽しんで見ている方もね、楽しんでいただけるようないろんな企画をやりたいなと思いまして、いろいろ考えてね、結果、やっぱちょっとそのデカ盛り店の店員さんに大食い向けのね、朝食を作ってくださいと、まあお願いしたら、まあどんなものが出てくるのかと、もちろんね、僕自身ものすごく気になって、たんですよ。だからちょっと今後もですね、やっぱり皆さんこのデカ盛り店の店主さんはすごいなんかいろいろといい意味で、ちょっとね飛んでる人が多いので、もう予想もできないようなねいいもの、いいデカ盛りが多分朝食用でねできると思いますので、今後もこういった企画続けていこうと思います。そしたら本日2つ目の米編、結構ねデカ盛りとかチャレンジメニューって昔のイメージだと盛ったらいいみたいなイメージが多分あったと思うんですよね。だからちょっとデカ盛り店ってどうなのっていう意見も多かった時代もあったんですけれども、実際ですね普段普通の人が作らないようなとんでもなく大きい料理をちゃんと美味しく仕上げる、それぐらいね料理の腕があるもうすごい店主さんばっかりなので、実はですねこういったデカ盛り店主さんもう腕、料理のスキルすごいんですよ本当に。だからまあちょっと今後もですねいろんなお店さんにデカ盛りをお願いすればきっと誰も見たことがないねすごいデカ盛り見れると思います。いやちょっとね今後も楽しみ、正直1本目からねあんなこうキャラ弁というか可愛いこう装飾をしていただいたのでかなりハードルが上がってる気もするんですけれども、まあちょっとね今後も楽しみに朝食シリーズやっていきたいと思います。そしたら本日3つ目最後ですね、米編コーナーに参ります。前回ですね、とんでもない量になってました。1本目の朝食シリーズなので、まあもちろんこう楽しんでね完食はしたかったんですけれども、もうこうチャレンジモードというかガッツを出してね食べないと完食できないぐらいの量ではあったので、まあちょっとね朝食シリーズ楽しみたい、それをお送りしたいので前回はですね、無理せずに、テイクアウトさせていただきました。今後のお店さんもですね、まあちょっとご相談させていただいた量でね出していただけることがありがたいんですけれども、まあ本当に愛情というかその店主さんの気持ちで作っていただくものになるので、もちろん全然僕個人としては量増えてしまっても大丈夫というかもうしょうがないと思っております。まあその際はですね、今後も無理せずにテイクアウトっていう、手法を取らせていただくかなと思うんですけれども、まあそうですね、デカ盛り店主さんは、何キロっていうのは大体、聞かない、相談ができないと僕も思っているので、そのあたりはですね店主さん各々のこの愛情の量によってですね、作っていただければと思います。はい、ということで本日の米編コーナーはこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。